見事。良きかな。商品が入ってますぜ。アイドリー、また来てください。良い武器は良い鉄、良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。での真田の戦ぶり、実に見事。ありがとう存じます。これも上杉家のご厚情あってこそ。徳川も直ちに次の戦とは参るまい、今のうちに手を打っておくべきだろう。正幸殿はすでにお考えのようだが。とおっしゃいますと。秀吉殿は存じておるな、雪村。はい、信長公の後継者として飛ぶ鳥を落とす勢いであるとか。そうだ、もはや天下人と言ってよい。その秀吉殿が各地の大名に上洛を求めており、正幸殿も応じられるようだ。真田は大名ではありませんが。それだけ真田の名が高まったということだ。はは。我ら上杉も間もなく上洛することとなる。さようでございましたか。共に行くか、雪村。よろしいのですか、お供をさせていただいても。それは良いお考えです、景勝様。大阪を見ておくのは雪村のためにもなりましょう。うむ、ありがとう存じます。大阪、安土のような町なのだろうか。安土といえば、あのお方は今頃どこでどうなさっているのだろう。
は3つくれ。毎度ありがとうございます。これを2つ。はい、ただいま。なんと、雪村様、忙しい。雪村様、父上、すでにお越しでしたか。お前もか、雪村。はい、影勝様より友に加えていただきました。そうか。秀吉様は真田と徳川の戦を仲裁してくださったと聞きます。豊臣は真田に向上を示してくださっていると考えてよいのでしょうか。さてな、はじめに徳川を焚きつけたのも秀吉であったろうよ。なんと、それは一体。試したのであろう、わしが役に立ちそうなものかどうか。今度はわしの番だ。天下人がどれほどのものか見定めてやろうではないか。父上、待たせたの。お前さんが真田昌幸か。よう来てくれた。お初にお目にかかる、真田昌幸でございます。こたびは。堅苦しい挨拶はいい。あの家康との手玉に取った地望の死、会えるのを楽しみにしとったで。過分なお言葉恐れいる。知っておろうが、わしは家康殿に小牧長久手でえらい目に遭わされての。お前さんが家康殿をコテンパンにしてくれて正直スッとしたわい。ああ、家康殿には内緒じゃぞ。さて、その地望、これからはわしのために使ってほしいんじゃがな。無論のこと、この真田昌幸、秀吉様に忠誠を。わしの家来になれとは言わん。お前さんは寝返りも嘘もためらわん。郷里卑怯とはよう言うたもんじゃ。恐れ入ります。その結果どうじゃ。沼田を取った時も、徳川や北条との戦でも驚くほど人が死んでおらん。その知恵を天下のために使ってほしいんさ。天下。悔しいが、まだまだ戦は続く。戦は避けられんのなら、せめて人死には少のうしたい。そのために。人が死んで悲しいのは当たり前ですか。当然じゃ。誰かがおらんなって誰かが泣くのはもうたくさんじゃ。第9章再開。信行と雪村の活躍もあり、真田は徳川を撃退する。その鮮やかな勝利は巷でも評判になっていた。戦勝の喜びもつかの間、上杉に戻った雪村のもとに正行上洛の知らせが届く。雪村もまた影勝に付き従って上洛することになった。羽柴改め豊臣秀吉の治める地大阪。そこで雪村を待っていたのは
懐かしき者との再会と、後に運命を共にする仲間たちとの出会いだった。いらっしゃいませ。新商品です。できましたな。またお引き立てを。雪村様。あ、雪村様。雪村様。困ったな。なんと、良い天気ですな。真田は豊臣に臣従する。お前にはこれからは豊臣の人質を務めてもらわねばならん。はっ。されど上杉の方は。上杉もまた豊臣に従った。否やはない。さようでございましたか。承知いたしました。父上、秀吉様とはどのようなお方でしたか。天下人をどのように。父上、取り立てて申すことはない。さようですか。お前が真田幸村か。はい、さようですが。秀吉様がお会いになる。来い。友の者はここで待て。ちょっと、何それ偉そうに。大体あんた誰よ。やっちゃう。落ち着け。秀吉様のご使者となれば。家臣の教育がなっていないようだな。お言葉ですが。よせ三成、礼を失しているのはお前だ。失礼した。こちらは石田三成、俺は大谷義次、共に秀吉様にお仕えしている。ご丁寧に恐れ入ります。私は真田幸村と申します。挨拶は済んだな。行くぞ。秀吉様をお待たせしてはならんと言いたいのだ。務めに忠実なあまり周りが目に入らない。
許してやってくれ。余計なお世話。いえ。なんだなんだ、三成、新人イビルか。くだらぬことを言うな。秀吉様にお仕えするのに古いも新しいもない。ただ忠義を尽くせばよい。新人だの古参だのはバカの言うことだ。そう思うなら、共に働く仲間にむやみに喧嘩を売るような真似は慎むことだ。俺は別に余計なお世話だ。相変わらず言葉の足りないやつだ。真田幸村と言ったな。俺は加藤清正、こっちは福島正則。三成の言う通り、古参ぶるつもりはないが、幼少から秀吉様にお仕えしている。よろしく頼む。お前、えれえと奥から出てきたんだってな。困ったことがあったら何でも言えよ。はい、よろしくお願いいたします。もういいだろう。これ以上秀吉様をお待たせするな。そうだな。それでは行こうか、幸村。はい。天下の豊臣家のご家中にしては、バカばっかなんじゃねえの。温かみのある方々だ。あの方々を束ねている秀吉様とはどのようなお方か。よう来た、幸村。あの正幸殿のせがれならば官兵衛みたいなくせ者が出てくるかと思ったが、こりゃ涼やかなええもののふじゃ。かーん、ねたましい。はあ、あ、いえ、恐れ入ります。あ、さように加藤ならんと。自分の家と思ってくつろぐがええ。なんぞ困ったことがあったら三成や義嗣に言うんじゃぞ。清正、正則も面倒見てやれ。承知しております、秀吉様。わかってるって、任せといてくれよ。おじき、ねねにも後で引き合わせてやらんとな。それともう一人。騒がしいですね。おお、著者、ちょうど良いところに。このような場においでになるとは珍しい。チャチャ様。チャチャ、このものはわしが預かった真田幸村じゃ。幸村、こちらは。チャチャ様、幸村です。まさかこのようなところで。知っています。相変わらず落ち着きのない。あ、失礼いたしました。なんじゃ、二人は知り合いじゃったんか。はい、以前安土でお目にかかりました。安土で、もしや本能寺の変の際、茶々を救い出してくれたのが幸村だったんか。はい。ほうかほうか、でかした幸村。子供の自分から大したものオフだったんじゃな。いえ、私は何もできず。そのような縁があるなら、大阪におる間はチャチャの話し相手になって。無用に願います。おいおい、チャチャなかなか難しい年頃じゃろう。はあ。なぜこちらに。
わかりました。ほれ、ねね、この者が雪村じゃ。ねねも会ったことあるんじゃろ。うん、でも立派になったね。あの時は本当にありがとう。いえ、私の方こそ。秀吉様の奥方様でしたか。そうじゃ、わしの自慢の女房じゃ。もうお前様ったら。あの秀吉様、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。なんじゃ。何でも言うてみ。茶茶様はなぜこちらにおられるのでしょう。秀吉様のご親族なのですか。ああ、それはじゃな。そっか、あの時は何も説明してあげられなかったもんね。はい。茶茶はな、浅井長政殿とお市様の娘子じゃ。つまり信長様の姪子じゃな。なんと。それでは。さよう。信長様によって父親を攻め滅ぼされ、お市様と共に織田家へ戻った。その後お市様は柴田勝家殿に身を寄せられたが、その柴田殿を滅ぼしたのがわしじゃな。お市様が茶茶だけは助けたいとおっしゃって、あたしたちに託してくださったんだよ。そうだったのですか。お市様はお助けできなんだ。その分茶茶は幸せにしてやりたい。わしが言えた義理ではないと思うがな。お前様、茶茶があの時顔を出したのはな、雪村、お前さんに会いたかったからだと思うんじゃ。私に。そのような。茶茶を頼む。どうか仲良してやってくれ。はい。どうにかなんねえのか。やめろ正則、雪村の前で。いえ、茶茶様はいつもあのような。おじきも俺たちもめっちゃ気使ってんだぜ。少しぐらいにっこりしてくれても。気の毒な身の上だとは思うがな、ああまで固くなではどうにもならん。やめろ、陰口などみっともない。んだと三成、てめえもおじきへの態度が悪いってみっともないこと言ってたじゃねえか。それでも秀吉様が大切になさっているお方だ。ならば俺も同じようにお仕えするまで。けそういえば雪村は茶茶様の幼い頃を知っているのだったな。今はあんなだけどよ、昔はもっとつってんどんだったとか。いえ、気の強いところは終わりでしたが、決してそのような。ではやはり秀吉様をお恨みなのか。それは。ああ、もうめんどくせえ。とにかくあの姫様のことは雪村、てめえに任せたからよ。お前が真田幸村か。
俺は東堂高虎、義継とは浅井家以来の同輩だ。よろしくお願いいたします。高虎殿、お二人は浅井家に仕えておられたのですか？ああ。では茶々様のことも。幼い頃から存じ上げている。茶々様にお会いしたのか？はい。先ほど秀吉様への拝謁の際にな。相変わらずのご様子だったが。当然だろう。茶々様にとっては両親の仇、心を許せるはずもない。不穏なことを言う。では我らはどうなのだ？茶々様は浅井旧臣の方々とは親しくしておられるのでしょうか？逆だな。とおっしゃいますと？浅井の名のもとに集えば派閥とみなされる。それは無用ないさかいの種になる。茶々様はそれを避けるためあえて。長政様の面影を見て悲しむ輩を見ていられないだけかもしれんがな。なんだそれは。俺は別に。なるほど。しかしそれでは茶々様は。そう、あの方は常に一人だ。誰にも背を向けて立っている。あの孤高さには信長を思い出させるものがあるな。その点お前にはしがらみがない。は？流れに乗るしかない我々だが、縛られるもののないお前なら茶々様を解き放つことができるかもしれない。あの、それはどういう？お前には期待しているということだ。お久しぶりでございます。お元気そうで何よりと。お目付け役などを押し付けられてご苦労なことですね。え？あ、私は決してそのような。ついてくるのなら勝手にしなさい。相変わらずいけすかないお姫様だね。やめぬか、サスケ。苦労しそうではありますよね。雪村様、正行殿、ええところに。こいつは前田利家っちゅうてな。存じておりますよ、槍の又座。ほうかほうか、利家の武名は天下に轟いておるからな。そりゃ悪い気はしねえな。俺もお前の志望と腕っぷしはよく知ってるぜ、正行。恐れ入る。なんじゃ、知り合いじゃったか。ま、ちっとな。昔話でございますよ。
うん、そうか。利家とはな、長屋暮らしの頃からの付き合いじゃ。わしが最も頼みとしておる男じゃて。よせよ、くすぐって。こいつがおらねば、わしなどのたれ死んでおった。正幸殿にもそういうものはおるか。わしを友と呼んでくれた方はおりました。ほうじゃろうほうじゃろう、そういうのは大事にせねばならん。ではな。おう。失礼いたします。すまねえな、売れてほしくない話だったか。気遣いは無用に願おう。しかし天下人とはもっと孤独なものかと思ったが。ま、お前の見立ては正しい。あいつは俺らには見えねえいろいろを抱えてる。だったら全部ひっくるめて支えてやるだけだ。お前も手伝ってくれるならありがてえんだがな。心しておこう。さて、ではわしは上田へ帰る。雪村のことをよろしくお願いする。承知しました。国元へ帰られても妙な考えを起こされませねよ。これは異なことを。豊臣に弓を引く愚か者がおろうか。忠誠心に価値を見出す方には見えませんな。痛いところを突かれたな。だがだからこその人質であろう。あなたはいざとなれば人質の命など考慮いたしますまい。よろしいな。くれぐれも豊臣に。くどい。何？いつなりと出陣を命じるがよい。秀吉様の敵をことごとく滅ぼしてくれよ。だが人質に万一のことあらば、豊臣の軍勢がたとえ百万であろうと、我が血暴でお相手する。覚えておけ。ではな、せいぜい気張れ、坊主。誰が坊主だ。よかろう。忙しい忙しい。ジャンちゃん、遊びに来てくれたのか。たまたま近くを通りかかっただけです。チャチャ様、こちらはお知り合いの方ですか。明智光秀の娘です。なんと。いかにも、わらわは明智光秀の娘じゃ。今はチャチャ預かりの身となっておる。つまりわらわを煮るなり焼くなり、チャチャの自由ということじゃな。そうなのですか。そんなわけがないでしょう。真面目に取り合うのをやめなさい、雪村。あ、はあ。あながち誤りでもなかろう。わらわがこうしていられるのはチャチャのおかげじゃ。
何が。大阪を好きに離れることさえさせてあげられないのに。それは致し方ない。ちゃちゃがこうやって遊びに来てくれるだけで十分じゃ。通りかかっただけです。うむ、ではまた通りかかるのを楽しみにしておるぞ。チャチャ様、お待ちください。雪村と言ったか。そちはチャチャの従者なのか。は、はい、まあそのような。そうか、ではチャチャに優しくしてやってほしい。できればダチになってあげてほしいのじゃ。ダチ。そう、ダチじゃ。わらわもそう思ってもらえれば良いのじゃがな。おねね様には忍びの心得も終わりと伺いました。忍び？これが？うん、うちの人の手助けができるようにね。これぞ内助の功ってやつ？あれ？内助の功ってそういうのでしたっけ？近頃は大阪も人の出入りが多くて物騒だからね。見回りなんかもやってるんだよ。ねね様自らそのようなことまで。ぜひお手伝いさせてください。ちょっとちょっと雪村様。ありがたいけど、それこそ忍びの心得でもないとね。大丈夫です、優秀な忍びがおりますからな。だってさ先輩、あれ先輩。うわ汚ね、逃げた。ありがとう、雪村、サスケ。はい、お任せください。なんで俺が。まあどうせやんなきゃいけない。
ってことないよ。面倒なのが現れなきゃいいんだけど。
良い天気ですな。なんだよ。いらっしゃいませ。新商品です。またお引き立てを。いらっしゃいま、新商品があります。またいらしてくださいね。はい。あれ、忍びの人だ。ご苦労様です。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。はい、通り。また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。ご武運を。忍び湧きすぎじゃない？それにこの嫌な匂い、こいつは。
Let's go.
せいぜいあがけ、雪村の犬。誰が誰の犬だって。くそ、逃げやがった。小太郎を追い返したなら上出来だよ。ありがとね、サスケ。うちの人を狙ってるのがいるのは分かってたけど、まさか小太郎が乗り込んできてたなんて。危ないとこだったよ。サスケが手伝ってくれなきゃ見つかるのが遅れて。で、どうかした？いや、別に。風魔が逃げたのはネネが来たからだ。なんだこいつ、強えんじゃんか。どうしたの？やっぱ怖かったのかな。よしよし、もう大丈夫だからね。うっせえ、ガキ扱いすんな。くっそ、次は絶対逃がさねえ。Thank you.
茶様がいらっしゃった。おや。なんだって？そうなのか？